細かい装飾が施された指輪。もともとは仏壇の金具です。こちらは仏壇の引き出しを色鮮やかにペイントし、小物入れに仕上げました。今日から岡山市内で始まった展示会、輪廻生まれ変わる仏具たちは、岡山市北区の仏具店正体仏道が廃棄される仏具を有効活用しようと企画したものです。年間当社100本ぐらいはもう廃棄処分になっているものが多いと思いますし、生活、形態というか変わってきてまして、やっぱりマンションだったりとか一戸建てでもやっぱりそういうスペースじゃなくてフローリングとかが多い、畳の部屋がなくなってきてますの で、その中で大きい仏壇はやっぱり引き継いだらできないという形で処分というのは急激に増えたのは、平成入ってからですね。これは日本の文化ですから、それをどうにか形を変えてでも生かしていきたいなという気持ちが強かったのが、こういう輪廻という題名で、展示会の方に結びついたということになります。正体仏道の呼びかけに14組のアーティストが賛同し、およそ150点の作品が出来上がりました。こちらはメヘンリーアーティストの作品。メヘンリーはインドやアフリカで受け継がれる植物性の染料で体に模様を描くアートです。その技術を応用し、お供え物を置く台にアクリル絵の具で繊細な模様を描きました。すごい綺麗な朱色だったんで、金魚と思って、でちょっと金魚鉢に見立てて描きたいなと思って描かせてもらいました。仏具のものの形とか色を生かして描かせてもらうように心がけたんです。これ楽しかったです。正体仏道は今後海外にも作品を紹介していきたいとしています。この展示会は今月28日まで岡山市北区のルネスホールで開かれています。